犬丸田氏。大石浩二による日本の漫画作品。集英社、週刊少年ジャンプにて2008年39号から2012年27号まで連載された。幼稚園を舞台にしたギャグ漫画。下半身がいつも裸の主人公、犬丸が先生や園児たちを珍妙な行動で振り回す。大石の前作、メゾン・ド・ペンギン同様、原則的に毎回2色刷りページ後の定位置に10ページ前後で掲載された。また、特別編では15ページ前後で掲載されている。2010年27号以降は2色刷りページの前に掲載される場合もあった。コミックは、同した作品と同じ190ページ前後であるが、1話あたりのページ数が少ないため、単行本発売ペースが約4ヶ月に1回となっていた。連載終了後も、週刊少年ジャンプ2013年36号に、タイを舞台にした番外編、タイでも丸出しが読み切りで掲載された。声の子は、VOMIC版、フラッシュコミック版の順。すみれ組ゆり組か、絵で組教師幼稚園関係生徒の保護者芸能を書いた、まこ先生関係犬、まるくん関係その他集英社のボイスコミック、VOMICとして、2009年6月からVOMIC、公式サイトで4回配信された。ジャンプ専門情報番組、先読みジャンバンでも放映。週刊少年ジャンプ公式、YouTube チャンネルにも配信されている。同年8月からはカラーバージョンとなり、新作を4回配信。各回約4分、全8回、全9話。演出は大地平太郎。2011年6月にフラッシュコミックとして新たなキャストで放映され、同年7月より配信中。VOMIC版も継続して配信される。ナレーション及びサブタイトルコールは前田剛。ありがとうございます。